Пока. Пока настраивают презентацию, я, пожалуй, начну. する間にちょっともう私の方から話を始めましょう。すでにお話がいろいろ出ておりますが、つまり、そのオフィシャルな正式な見解、これは IAEA そして WHO が発表する正式なオフィシャルな見解というのがまずあります。また ICRP が出す見解というものがあります。でも他方実際の事実、また観測された事実というもの、これは。Официальные источники используют лишь очень маленькую часть этих публикаций. Те, которые, ну, не особенно говорят об опасности. А те, которые говорят об опасности, они не используются под разными предлогами. Один из главных предлогов состоит в том, что, дескать, не показана корреляция между полученными дозами и наблюдаемой заболеваемостью. Но о какой корреляции может идти речь, если дозы, вот как здесь совершенно правильно говорилось, начиная с 1958 года, дозовая концепция, концепция риска, она неправильная. Она работает на промышленность, на защиту промышленности, а не на человека. Как определяются дозы? Вот говорят там эквивалентная доза, эффективная доза. И мы чувствуем, обыватели, люди, которые не связаны с этим, думают, ну, наверное, они что-то правильно там все точно определяют. Дозы определяются по условному фантом. Этот фантом – это мужчина. いわゆる幻想なんです。こうしたオフィシャルデータは。で、これはもう20年前、20歳の白人の男性なわけです。じゃあ、放射線がこの白人の20歳の男性をどのように影響するのか。このベース、これをベースとして、その線量、またその限度値などを計算されています。でも女性とか他にもいろんな人がいるわけです、世の中には。何年か前に2つの提案が出てきました。このいわゆる幻想的なミラージュです。で、我々でもチェルノブイリからいろんなデータを集めました。そしてそれをまとめました。で、こうしたいろんな観光物が出て、これさまざまな研究調査、これ本当に恥ずべくような、その恥ずかしくなるようなリサーチが2005年にその WHO IAEA の調査結果として発表されたくなりますけれども、まあ、その後今度我々は本当の真のデータ、これはベラルーシ、ウクライナ、ロシア、その他の国々から出た実際のデータ、本当の真のデータを我々集めて出したわけです。で、この本を出したわけです。これサンクトペテルブルグ2007年、2009年に今度は英語に翻訳されたものがニューヨークで出版されました。そして昨年これはさらに翻訳されまして、キエフでも出ております。で、今度は日本語の翻訳版も出るわけであります。今年ですね、東京、まあ、岩波から出ます。2012年です。まあ、キエフのものは後でお見せいたしますけれども、この本の中で、ここでは5000に上る調査をまとめているわけであります。これはチェルノブイリが起きた後、さまざまな調査が行われて、その結果をそこに記しているわけであります。チェルノブイリの結果、
を発表するのはどうして難しいのか、リスクはそれほど大きくなかった、いやとてもリスクが大きかったという人もいるわけであります。で、福島の事態を踏まえて考えてみると、やはりその秘密性というものが必ずロシアにはまして、ロシアにはまたソ連にはその秘密性というものがもうずっとあったわけであります。3年半ぐらい全く秘密にされていました。で、1989年に特別な大統領令というか省令が出ました。それによって本当のデータが初めてチェルノブイリのデータがそれをもって発表されたわけであります。でもじゃあその3年半の間このデータは完全に、その虚偽のデータが出ていたわけであります。カバーアップ隠蔽しなくてはいけないという命令が出ていたわけです。秘密裏にしなくてはいけないと。で、これがその公式文書に秘密裏にしろと書いてあったわけであります。ですから、本当の計算をすることはできないわけです。で、同じような今度は秘密主義というものが日本でも起きています。リスク評価においても、また国際機関におけるそうしたリスク評価においても、これ例えば日本の広報と広島長崎を見てみても 3,4 年間の秘密の時期というものがあったわけであります。データが集められてもそれは発表されなかった。またアメリカの占領軍がそれを禁じたわけであります。日本でそうした調査を行えてはならないと禁じたわけであります。そして初めて4年後10日統計数字がやっと出始めたわけであります。で、じゃあそれをベースに計算しろと、どういうふうに、要するにそのオフィシャルデータで計算しろというんですけども、それは全くそもそも正しくないデータなんです。で、この個々の線量の推測し、人がどのくらい水を飲んだのか、どのくらい その葉菜を食べたのか等々、ベラルーシの人口の10分の1を調査した。でもそんなのは冗談のような話です。ほとんどもうこれは悲劇になってしまいます。これほどひどい事故でなければ悲劇と思ってしまうくらいにバカらしいことをやってるわけです。で、放射線核の要素、半減期は短い、2ヶ月半ぐらい効力があるが、その後は消えるんだと。で、じゃあ要素、いや、ある期間にあらかじめその要素を摂取しなくちゃいけないのに、その数日もほっぱっとまんまになってしまう。もうその時に半減期も終わっているわけだから意味がないわけであります。で、あとセシウムに関してもその計算はもっと実は難しくなるわけですけれども、ストロンチウムも問題でありますが、やはりセシウムが基本的に使われます。特に放射線汚染の場合はその計算するわけであります。しかしプルトニウム、ストロンチウム、他にもたくさんのその核種があるわけです。で、我々に大きな影響を及ぼしているものがたくさんあるわけです。しかし、どうやって影響されたのかが全く把握できないような状況なんです。ですからこそ、この IAEA の要件、WHO の要件に賛成できないわけです。また、この明らかに相関関係があると、占領との相関関係がある。で、その疾病とはこのような形で相関関係があるんだという、その WHO や IAEA の言ってる、それは全然間違ってるんです。じゃあ、どうやって本当の真のデータを得られるのか、やり方ですけれども、そのテリトリー、またその地域、そこに住む人たち、また地理的な社会経済的な背景がどうなっているのか、また違うのはですから、放射線の汚染度だけが違うという形、これガイガーカウンターや大気中の汚染物などで測ることができます。もちろん問題はあるかもしれませんけれども、しかし、かなり計算をする上で、それで真の状況に近くなるわけです。また死亡率、罹患率、同じグループのそうした状況を見るわけです。これは、事故の起きる前後を見るわけです。同じ人たちを見ていきます。前後、その事故の前後、同じ人たちを見るわけです。それをやることによって、客観的な結果が出るはずです。また全体的なその汚染に関する客観的な全体像が出るはずです。で、どうなるかというと、
これがんだけではなくて、全てのもう体 の, そのシステム系統、これがチェルノビルの後にマイナスの影響ですか。これは内分泌系であったり、循環器系であったり、呼吸器系であったり、泌尿生殖器池の機関、すべて影響を受けているわけです。いくつかこれ事例です、まあ、短いレポートなので、事例だけでありますけれども、これは人間の21番目の染色体でありますけれども、右が86年の後半でありまして、急速にダウンシンドロームが増えております。ダウン症候群で、同じこのぐんと上がる増えるのが西ベルリン、まあ、唯一、まあ、州度のデータがあったのが西ベルリンだったんですけれども、これは非常に信頼性の高いその資料なんです。で、ダウン症候群、これ特にベラルーシですね、増えているというのが分かります。ぐんと増えているわけです。これ一つのいい例です。86年4月以降、どうしてこのような形で急激にダウン症が増えるのか。これチェルノビルの事故が、これですからストロンチウム、セシウムなんです、ウランなんです。他の説明はありえません。これはチェルノビリの事故なんです。そのせいでこうなったんです。で、これはソリッドカンサーがんでありますが、これは血液がんを除くものでしょうか。で、世界中をもってこれ増えています。まあ、これは化学の汚染、ケミカルの汚染、また環境汚染などの結果、世界中でこれは増大傾向にあるわけであります。で、核兵器がもちろん大きな影響を及ぼしている。これはもうこれから何十年、何百年と、これ冷戦の影響が残るわけです。またその結果の汚染、大気における汚染は残るわけです。で、まあ、これを見ていただきますと、まあ、多くの国々で増えていっているのが分かると思います。86年以降の状況ですが、この曲線が実は、よりその急な経度で、角度で伸びているわけです。で、これは今度はやはりロシアにおけるソリッドキャンサーでありますが、この真ん中、まあ、中程度の影響、また大きな影響、これはブリャンスククロスとでありますが、で、このデータ、ソリッドキャンサーは固形がんですね。そしてこの状況を示しておりますが、この状況をどのように説明できるのか。これはやはりチェルノビールの事故があったからです。他に説明はありません。ということで、チェルノビルの結果、また先天的な危険、まあ、この話を避ける人が多いんですけども、私は大きな声で言いたいと思います。まあ、次の写真、これはきっと目を覆うかもしれませんけれども、お見せします。これは本当に見なくちゃいけないことなんです。放射線汚染が行った時にその後どうなるかということを見なくてはならないんです。避けてはいけません。また実際の年寄りも生物学的年齢が被曝によって早くですから老化してしまうということ、これはもう年が実際の年齢よりも3、4歳、5歳上に見える。また変異が、また多状疾患、一人の人が複数の病気にかかるようなこともあります。ここですが、この奇形、これチェルノブイリの結果の奇形
です。これは非常に特有な状況でありまして、これ多くの国々に、以前はそのチェルノビルの前は、違った国でこうしたケースは時々ありましたけれども、今このチェルノビルを見ると共通性があります。足脚部がの成長できないという問題が起きています。で、多くの子どもたちがこういう形で生まれました。何千という単位です。そして特別な子どもの、そのホームが作られたくらいです。こうした子どもたちを収容するための、そして、必要なケアをするためのホームが作られたくらいです。で、これは一つのこれルギーナという地域州でありますが、やはり同じような観察をしたわけであります。これ先天性奇形でありますが、チェルノビリの前ですから83年ぐらいを見ますと、その水準、その地域においての水準、奇形児が生まれていた。しかし86年以降非常にそれが増えています。87年の後どんどん増えていきます。6年後を見てみると非常に多くその奇形児が増えています。でその後少しまた減少していった。これどのように説明できるのか。これだけその急激に上昇した、大きく上昇した。で同じ医者です、医者同じ人たちです。これはもうチェルノビルで説明するしかない、他の説明はできない。しかし公式にはこれチェルノビルのプリのせいではないというふうに言われているわけです。でこれはこのデータですが、放射線の量、これチェルノビルのせいで飛散された例でありますが、このどのくらいの各種がチェルノビルで飛散したかということ、これはがんの発生率という形で、把握しています。これはソ連というよりは逆にその欧州全体に飛散していたわけです。わずか 43% が旧ソ連地域に飛散して、残りは欧州、またあとアフリカ、アジアにも飛んでいたわけです。でいくつか計算が行われておりまして、これは物理学者、これベラルーシの人が計算をしました。いくつのそのがん件数、つまりチェルノビルのせいで起きたがんの件数、ヨーロッパ中で見た場合どのくらいか。でスイスの場合、追加のがんの件数が1500、そして死亡に至ったものなどもこうして内訳を出しているわけです。これは公式なデータです。で要するにその国に対してその飛散した各種がどのような影響を及ぼしたかと、放射の各種がこうした影響を及ぼした、これはマッピングがされております。欧州連合においても、でセジウムがどのくらい出てどのような影響を及ぼしたというのが出ているわけです、公式データとして。ここでもやめた方がいいですか。ありがとうございます。では次いきます。この恐怖症、放射能恐怖症という話、日本から出ておりますけれども、そのカエルとかツバメとか、やはりにもその現象が出るわけですから、症状が出るわけですから、この放射能恐怖症というのはこれはプロパガンダなわけです。でこの IAEA、WHO はそのチェルノビルの結果、死んだ人の数というのが9000というふうに言ってますが、この幼児死亡率、スイス、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドを見た場合、北欧諸国でありますけれども見ていただきますと、86年以降どうなっているか、この曲線、この幼児死亡率は減っています。全ての国で減っているんですが、しかしながらスイス、そしてノルウェー、スウェーデンである段階で、その曲線からずれて増えているところがあるわけであります。もちろんベラルーシ、ロシアなども同じような現象なんです。で次ですが、我々計算をしました。6つのロシア
の非常に汚染の高いところと、それからそれほど汚染度が高くないところを比べたわけです、その死亡率ですが、4% 増えているというのは分かると思います。この死亡率、これは、23万人の追加的な死亡した人が増えている、これはチェルノビルの死亡率、最初の15年ということで、これ1平方キロで見て、そのオフィシャルデータ見て、これまあキュリー単位でですね、でヨーロッパ、アフリカ、アジア等々とで、これはもう世界トータル、これ、100万の追加死亡を者が生じたということです。9000ではなくて100万なんです。